はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はブリーチからオカッパナルシスと綾瀬川ユミチカについて見ていきたいと思います。ユミチカは極度のナルシストで、ガンジュには負けたので弱そうに見えますが、ヒサギを倒すほどの強さを持っていました。そのため強いのか弱いのかよくわからんキャラとなっていましたので、その活躍を早速見ていきましょう。よろしくお願いします。綾瀬川ユミチカ、後手13対11番対第5席。おかっぱ頭が特徴で、右目には鳥の羽をモチーフにしたエクステをつけています。何これ。度がつくほどのナルシストで、この世で一番好きなものは美しい自分。その反面、醜いものが生理的に嫌いで、徹底的に排除します。自分大好き自己中野郎なんだね。また、自分以上に美しいものを見ると激しく嫉妬します。初登場時、ガンジュからは変態おかっぱナルシストというありがたくないあだ名を頂戴しています。胴体の第三席マダラメ一角とはルコンガイ時代からの古い友人で、作中では大体彼と行動を共にしています。字の形的に美しいと感じる三席を名乗ることを一角に譲り、自身はその形に近い五席を名乗っています。美しいのかな。そのため他の隊に所属する同列の死神たちと比べると、その実力は非常に高く、副隊長級の実力を有します。一角が挽回を使えることを知っていた数少ない人物の一人で、また一角の戦いに対する矜持を尊重しており、彼がエドラドと戦っている時は不利な状況に陥りながらも手を貸しませんでした。肉弾戦死体の脳筋が多い11番隊の中では珍しく、軌道や冷圧関係の技術に長けており、千年決戦編では50番台の中級波動を使ったりしています。続いてはユミチカの残白刀について見ていきたいと思います。不時苦弱。ユミチカの残白刀、解剖は避け、刀がショーテールのごとく4枚の刃を持つ形状に変化します。特殊な能力はないですが、これは解放の途中の段階であるためです。性格はユミチカと同等かそれ以上のナルシストで、ユミチカ曰く高飛車で偉そうで、世界で一番自分を美しいと思っているとのこと。同じじゃん。ユミチカとはどちらがより美しいかで喧嘩をすることが多いですが、そばから見ればただの血は喧嘩に過ぎず、乱撃からはあんたにそっくりとまで言われています。自分と対話してるようなもんだな。それゆえ屈服具象化がなされておらず、挽回の習得まであと一歩というところまで来ています。不時苦弱はユミチカが皮肉を持ってつけたこの残白刀のあだ名であり、不時はこいつの嫌いな色、そのためこの名前を呼ばれると拗ねてしまい、途中までしか残白刀を解放しません。これじゃ挽回習得とか無理だろうな。ルリー六弱。不時苦弱の本来の名称であり真の姿、解剖は先来る。ルリー色はこの残白刀が好きな色であるとのこと。しかしなぜかルリー六弱の色はルリー色ではなく、緑系統の色をベースにしたマーブル。なんで？形状は刀身が孔雀の羽を思わせる色鮮やかな鶴状に分裂したもので、ところどころに百合のようなのつぼみがあります。相手に鶴を絡みつかせて縛り上げ、その冷圧を根こそぎ奪い取ることのできる軌道系の残白刀。吸い上げた分だけ刀身に百合の花が開花し、その花を食べることで自身の冷圧に還元することができます。ヒサギと戦った後は彼の冷圧をたっぷり摂取したせいか、エステガエリのようなツヤツヤした肌になっており、ケンパチにキモがられていました。確かにキモい。シャルロッテはこの形態を挽回と誤解していましたが、ここで初めてユミチカにより不時苦弱とルリー六弱の事情が説明されていました。ほう。もともと11番隊は重装隊最強の戦闘部隊、喧嘩に命かけてる喧嘩バカバッカの集まりであり、そんな彼らにとって残白刀の能力は直接攻撃系というのが暗黙の了解。機動系の残白刀を持っているとそれだけで馬鹿にされます。そのため11番隊の隊士、とりわけケンパチや一角が見ている前では、この能力は決して使わないと決めています。しかし千年決戦編でゾンビ刀四郎と戦った際に、さすがにヤバいと思ったのか、一角の目の前でルリー六弱を使おうとしていました。以上になります。続いては作中の活躍について見ていきたいと思います。ソウルソサエキ編。朽ち切ルキアが死神の力をイチゴに譲渡したことにより死刑が確定。ルキアを救出するためにイチゴたちは精霊帝内に侵入してきたため、ユミチカはこれを迎え撃ちます。ユミチカはイチゴと一緒に侵入してきたガンジュと交戦になります。ガンジュは死神ではありませんが、触れたものを砂化する石破や、火薬玉を用いてユミチカに応戦してきます。逃げ回るガンジュに対し実戦経験も実力も上であるユミチカは難なくその攻撃を避け、ガンジュを追い詰めていきます。
その際、ガンジュの顔を何度も醜い、美しくないと言いながら執拗に追い詰め追いかけ回しており、美しくないものへの嫌悪を剥き出しにしていました。性格ねじ曲がってんな。しかし、ガンジュのタフさなどは評価しており、もしも美しく生まれていたなら君は、さぞや、僕のお気に入りになっていただろうにと述べていました。別にユミチカのお気に入りになりたくはない。ガンジュ落ちの底まで続く崖まで追い詰めていきますが、あと一歩というところでガンジュの起点により一瞬の隙を突かれてしまいます。ユミチカは上空に飛び上がりますがそこを狙われ、特製の火薬玉をぶつけられてしまい、大爆発に巻き込まれ敗北しました。戦いの後は爆発の影響により、アフロになってしまい仕方なくカツラをかぶり隠していました。芋山二世やな。その後はイチゴたちに加勢すべく奔走したケンパチたちと行動を共にし、ユミチカはキサギと戦うことになります。序盤はいつも通り不時不弱の状態で戦っていたユミチカでしたが、相手が副隊長ということもあり劣勢に立たされていました。しかし当選の挽回により、ケンパチが当選の領域内に飲み込まれ、自分の姿を見られる心配がなくなったユミチカは、真の司会をすることを決断。ルリー6弱の能力によりヒサギの霊力を喰らい尽くして勝利を収めていました。その後はケンパチと合流した際、ヒサギから奪った霊力を吸ったためか、お肌がツルツルになっていました。アランカル編、アランカルに対する厳正の先遣隊として東四郎、ランギク、レンジ、一角たちと共にユミチカも派遣されていました。到着当日の夜、グリム城配下のアランカルたちの襲撃の際は、エドラドと戦う一角を見守っており、ボコボコにやられているのを見た際には、まだらめ一角の体操の用意をと連絡を入れていました。もうちょっと信用しろよ。二度目の戦闘ではルキと戦闘になりますが、軽くあしらわれてしまい、さらに東四郎までもが一時的に戦闘不能に陥ったことで一角やランギクと共に窮地に陥っていました。しかし裏腹の参戦と東四郎の復活によって事なきを得て無事生還。その後は山爺の命によって一時ソウルソサエティに帰還していました。アイゼンによるカラクラ町襲撃の際は、山爺率いる護衛13隊の一員として登場。アランカルの侵攻による厳正のダメージを鑑み、死神たちは4つの展開結中により一時的にフェイクのカラクラ町を作り出し、このうち1つをユミチカは守ることになります。そしてこの展開結中を破壊しようと、バラガンのフラシオンであるシャルロッテ・クールホーンと対決することになります。クールホーンは屈強な筋骨隆々の体を持つオカマであり、自分の容姿に絶大な自信を持っているナルシスと、いい組み合わせやな。美意識が高い者同士ですが反りが合わず、お互いをブスと罵り合いながら戦闘を繰り広げることになりました。そして少しだけ本気を出したクールホーンに思いっきり地面に叩きつけられてしまい、腕を骨折してしまいますが反撃もしており、クールホーンの髪の毛を醜くカットしていました。これに激高したクールホーンはレスレクシオンを発動。魔法少女のような可愛らしい変態へと変貌していました。これはひどい。クールホーンはこの姿に絶大な自信を持っていましたが、ユミチカはその姿を見て笑い転げていました。しかしクールホーンにセロを放たれ、逃げた先で強烈な一撃をもらってしまい、不時不弱を解放して戦っていきますが、叶わず追い詰められてしまいました。そして、クールホーンのロサブランカという技により閉じ込められてしまいます。この技は外部からの視界や冷圧を遮断するドーム状の空間を作り、その中で敵を鼻で包み込み死に追いやるもの。誰からも気づかれず一人死んでしまうこの技をクールホーンは、最も美しく最も残酷な技と称していました。しかしその事実を聞いたユミチカは、自分の姿を誰にも見られないことがわかり、真の残白刀の能力ルリー6弱を解放し、クールホーンの霊力を吸い尽くし形勢逆転して勝利を収めていました。決着後ユミチカから力を隠していた理由を聞いたクールホーンは、もし、自分がこの技を使わなければ負けることになっても最後まで使わないつもりだったのかと問われ、ユミチカは君に負けて死ぬことになってもだと答えていました。かっこいいし結果的に良かったけど、任務を全うしろよ。その後、一角がチーノンポーにやられたのを見て取り乱していましたが、キラにより打点を打ち込まれ即気絶してしまいました。千年決戦編。千年決戦編の序盤でユミチカはルコン街のコンパク消失事件について捜査していました。その後の1回目のクインシー襲来時では特に出番はありませんでしたが、重傷状態の一角と違い軽傷で乗り切っています。2度目の襲来時には一角、ヒサギとその場で待機している最中、マスキュリンに襲われ3人ともどもフルボッコにされユミチカは戦闘不能になってしまいます。
その後のジジと戦闘状態に入り、衝撃的なセリフでジジの正体をカンパしていました。もうちょっと和らげてあげて。ですがゾンビ化したバンビエッタやトウシロウにまたもや一角と一緒にやられてしまい戦線から離脱。その後はマユリ様、ネム、ケンパチ、一角、花太郎と共に霊王宮に遅れて乗り込み、ペルニダと遭遇する者の足手まといになると判断し、マユリ様とケンパチの戦闘をその場で見守っていました。戦闘終了後は行動不能になったマユリ様を担いで救出しており、その場でケンパチを治療して命を救ってくれたマユリ様に深く敬礼していました。最終話では彼の好きなサンセットとなっており、ケンパチと共に一番大社に向かおうとしていましたが、遅れてしまいソイフォンに叱られていました。以上になります。いかがでしたでしょうか。戦闘シーンではギャグが多いものの、突然真面目になったりすることもあってギャップがあってかっこよかったな。一角と同様終盤は目立った活躍はありませんでしたが、そのキャラの濃さと残白刀の能力によって印象に残るキャラとなっていましたね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。